中村でございます。よろしくお願いいたします。今までの膨大なデータベースの話と違いまして、今からお話しますのは、臨床研究の末端で、どのように臨床研究を支えてデータベースの方向に向かっているかっていう、そういったお話がご紹介できればいいと思いますので、ご清聴よろしくお願いいたします。私どもが扱っております疾患は、原発性胆汁性肝硬変、今年から名称が胆潰瘍に変わりましたけども、で難病の一つありまして、主に中年女性に多くて、ここにお示しますように、小さな小型胆管の周囲にリンパ球が集まってこう胆管を攻撃するような、そういった自己免疫性疾患であります。で特徴といたしましては、ミトコンドリア抗体の陽性というのは非常にまあ有名なことですけれども、失礼いたしました。で、中年女性で進行しますと黄疸が出現して肝移植しかない非常に難病の一つに指定されております。で遺伝学との一番の接点はやはり一卵性双生児のコンコーダンスレートが 60% と自己免疫疾患の中では遺伝的関与が大きいのではないかというふうに考えられた点であります。でここにお示ししますのがミトコンドリア抗体です。さまざまな自己抗体が出ますけれども、ここにお示しますか、なんか少しごめんなさい、扱いにくいですこれ角膜、先ほど成松先生がおっしゃいました角膜タンパクの GP210 というグライドプロテインがございますが、それに対する抗体のある方は非常に予後が悪いというデータを出しておりますので、ちょっと後でちょっとご相談したと思った次第でございます。で進行も様々でありまして、このように肝臓の表面が平滑で、エッジが比較的シャープなもので進行しないものから、徐々に、肝臓が凸凹しまして肝硬変に至るような症例、それから肝硬変に至ってさらには黄疸が進行して非常に腫大したこういった真っ黒な肝臓になる、進行も様々でございます。で私は臨床研究の観察から PBC をこのように今申しましたように肝臓に進行するものから門口症肝硬変に至るものから肝不全に至る大きく3つのパターンがあるということを提唱しまして、現在我が国でもガイドラインに掲載されておりますけども、その中で、非常に興味がありますが、こういった肝不全型のマーカーがグライコプロテイン GP210 と角膜に対するタンパクであることとか、それからこういうふうなタイプのやつがセントロメールに対する自己抗体の抗不全になる、こういった原因がなぜかというのは全くまだ分かっておりませんし、また私が研究を始めした十数年前におきましても、こういった発症基準や進行によるバリエーションみたいなのがなぜ起こるかというのは全く分かっておりませんでした。そこで私どもこういった発症進行に関わる何らかの遺伝的因子が見つかるのではないかということを期待しまして、GBAS を用いまして解析を解析いたしました。これはサンプリングですけども、全国の32施設の国立病院機構の先生方、それから全国20数施設の大学病院、それから移植外科の先生方にお願いしましてサンプリングいたしまして、これを長崎、私がおりますのは長崎医療センターの中の長崎大学大学院になっておりまして、この中にちょっとドメスティックのお話で申し訳ございませんが、こういった血清保存庫とDNA サンプル肝生検組織の保存庫でございまして、ここにサンプルを集積して、このサンプルを共同研究室、例えば東京大学人類遺伝学教室の先生方にお送りして解析をしております。でこれが最初の GBAS のデータですけども、これは東大寺人類遺伝学教室の先生方に出していただいたんですが、症例数は今考えると非常に少ない症例ですけども、これぐらいの1000に満たない症例でも日本人でこの病気のトップヒットは TNF-SF15、 セカンドヒットはポート F1 といいまして、今までに欧米で報告のなかった新しい2つの遺伝子が日本人の一番強い疾患の患者性遺伝子だということがこの時点で分かりました。でこの時点でさらにその失礼しました。でこの時の論文が掲載されております。この時にお世話になりましたヒューマンジノムバリエーションデータベース420名の日本人の健常人の
スニップデータを用いまして、レプリケーションして GBAS シグニフィカンスになったということでございます。でまたこのデータは NBDC ヒトデータベースで昨日公開済みになっております。そして、この時点では約30の疾患管理性遺伝子が分かっておりますけれども、赤で示しても日本人に特異的な疾患遺伝子で、緑が日本人ではデプリケーされなかった欧米の疾患管理性遺伝子で、黄色とオレンジが日本人でも疾患管理性遺伝子であるということですが、ほとんどはやはり免疫関連遺伝子でございまして、この病気は免疫関係の遺伝子多型によって発症がリスクが規定されているというのが分かりましたけれども、なぜ欧米人と日本人でこのように疾患管理性遺伝子のトップヒット、セカンドヒットが違うのかというのは素朴な疑問でございましたけれども、それを考える上で日本人のトップヒットの疾患管理性遺伝子の TNF-SF15 の作用基準を考えますと、これは局所で産生されるサイトカインで、マクロファージや抗原提示細胞、上皮系の細胞が分泌しまして、局所ですでに TH1 と TH17 といった T 細胞のある役割分担を担うように分化したリンパ球の増殖因子だということが分かっておりましたので、おそらくこういった時点レベルでこの遺伝子多型が効いているのではないかということを想定しまして、そういった目で欧米の疾患管理性遺伝子と日本人の疾患管理性遺伝子をこう見ながらパスを書いてみますと、赤で書いたのは日本人のみに見つかった疾患管理性遺伝子、青が欧米人のみで、黄色が日本人も欧米人も共通した疾患管理性遺伝子がありますが、共通してもしていなくてもこういった同じパスに乗っているということが分かりましたので、やはり GBAS の遺伝子の解析というのはパスウェイベースで見ていかないといけないということをこの時点で強く感じた次第でございます。もう一つのセカンドヒットの遺伝子につきましても、このポート F1 といいますのは B リンパ球が IgM から IgG に分化してメモリーになる、プラズマになる、この時点で働く転写因子でございますので、そういった目で見ますと欧米人だけで見つかった SP1B は全く同義でありまして、欧米と日本人の共通の IKZF3 はやはりここに働きますので、やはりこれもパスウェイベースで見ていきますと、日本人も欧米人も同じようなパスウェイでこの病気が発症しているのではないかということを示唆するデータではないかというふうに当時考えておりました。もう一つ非常に興味を持ちました、日本人でのみのこの疾患管理性遺伝子は日本人のクローン病でもトップヒットの疾患管理性遺伝子が分かっておりましたので、この病気とこの病気はすごいなんか強い共通性があるのではないかと思いましたね。日本人のこの疾患、この疾患の間の疾患管理性遺伝子を相互にレプリケーションスタディをしてみました。そうしますと、ここにお示ししますように、この緑で書いたものが日本人ので見つかった PBC 疾患管理性遺伝子、青が日本人の CD クローン病の疾患管理性遺伝子ですが、お互いにこういった症例数でリプリケーションしますと、思ったほど共通性なく、 PBC で見つかったアイコスライガントと IL-12B というものは日本人の CD ですでに見つかっていた遺伝子、2つ新しいものが見つかっていることで、逆に CD から見ますとPBC の中でこの STAT4NF-kappaB の CXCR5 というものが日本人でも疾患管理性遺伝子でレプリケーションされたということでございますが、もう一つ非常に面白い点は、リスクの方向を見ますと STAT4NF-kappaB の IL-12B というのは CD とこの病気の逆方向ということが分かりましたので、こういったパスウェイベースで解釈する場合にもリスクの方向が非常に重要ではなかろうかということを考えた次第でございます。そういった意味では PBC と CD の合併率は極めて少ないということが分かっておりますので、その少なさを説明するのはそのリスクの方向性も一つの一因ではないかというふうに考えています。それからもう一つ、この共通する TNF-SF15 といいますのは PBC や CD のリスクアレルは最近レプロシー、雷病ではこれが疾患管理性遺伝子でやはりリスクの方向が逆であるということで、疾患によってはやはりリスクに向きが逆であるということを最近分かっております。
そういったことで、ちょっと少しバイオロジカルなことを申しますと、この日本人のトップヒットの疾患改善遺伝子は、この病気、CPVC、他の肝疾患よりも非常に血中濃度が高いということと、早期からレートフェーズにかけて濃度が低下するということ、それから治療によりましてこのタンパクは下がるというようなことから、またあるいは肝臓の組織を見ますと、病変部の胆管や周囲のリンパ球もの胆球に強く染まるということから、やはりこの GWAS 見つかりました疾患改善遺伝子は実際に何か働いているというふうに考えております。もう一つ、そのインスリコ、遺伝子学的にはデンスファインマッピングをしまして、プライマリコーザルバリアントを見つけるということでございますが、あと MZA ですとかルシフェラーゼ圧制をしますと、やはりこの TNFR1 でイスカレルというものは、おそらく NF1 バインディングサイトが G から A になることによって、このアフィニティが増して、このタンパクの発現を増しているのではないかというようなことが最近分かっております。ただもう一つ、こういった研究というのは、やはり症例をかなり増やさないといけませんので、セカンド GBAS を行いまして、症例数を3倍に増やしまして、1400症例と1500人ヘリシーコントロールで GBAS を行いましたところ、先ほどよりもかなり多数の疾患改善遺伝子が見つかりまして、新たにマンバ領域、エッツァン領域、プロテインカイネス、ベータ領域に疾患改善遺伝子が見つかっておりますが、レプリケーションの結果、これだけは GBAS レベルで確認が取れております。のプロテインカイネス、ベータというのは、いろんなところで、ウィリンパ球のシグナル伝達系にも重要ですし、アポトーシス、そういったものも重要ですね。どのレベルで働いているかというのは、今のところよくわかりませんが、新たな疾患改善遺伝子も見つかっております。で、こういった疾患改善遺伝子を見つけるにあたりましては、この場合には、ここに書いてございますように、東北メディカルメガバンクの1070名の全ゲノムリファレンスパネル、それから約5000人のスニップデータを利用させていただいております。これはその東北メディカルメガバンクの1070人の全ゲノムリファレンスパネルを用いまして、現在は先ほどのマンハッタンプロットの元のデータをのインピテーションをしていただきまして、こういったインピテーションデータが出ております。今のところ新たな疾患改善遺伝子が見つかったということはでございませんので、今から N を増やして、日本人に特異的な GBAS アレを用いまして、今からさらに検討を続けるということで、ちょっと時間が参りました。あと割愛いたしますけれども、インピテーションあるいはのデータを用いまして、パスウェイ解析等も開始しておりますが、こういったパスウェイ解析だけではなかなかどのパスウェイが重要かというのはなかなか分かりませんので、最近では肝生検の遺伝子発現のデータ、あるいはインビトロで PBC の胆管障害を模倣したような培養液を作りまして、その中で動く遺伝子をと GBAS アレイデータと、そのインビボの生検のデータを合わせまして、統合的なパスウェイ解析ができないかということで今進めております。それともう一つ、すいません、ちょっと時間をオーバーしておりますけど、GBAS 解析で重要なのは、やはりストラティファイケーション、リスクストラティファイケーションを行って、例えば重症化しない症例と重症化する症例を比べて、どういった遺伝子が出てくるかということでございます。ここに少し優位になりかかっている遺伝子をいくつか見つけておりますが、これに関しましては、この病気が進行に従って血中濃度が上昇するですとか、あるいは進行するに従ってその発現が増し、しかしながら発現が増しますが、ライソゾーム酵素ですが極材が変化するみたいな、こういった発現の変化によって何か重症化と関係してるんじゃなかろうかと今想像しておりますが、今のところまではっきりしたことは分かっております。それから先ほどの抗体産生基準やに関しましては、 GBAS データをもとにして何か
ブレイクスルーができないかということで解析しております。以上のことで、ジーバスはパスウェイベースでトランスエスニック他の疾患と比較しながらストラティファイケーションしながらこういった統合的解析をしてまいりたいというふうに考えております。以上、共同研究者ここにお示ししますように、東大人民の徳永先生はじめ多くの先生方にお世話になって進めております。すみません、ちょっと時間を超過しました。失礼いたしました。